通のマリー。こちらのゲームはですね、説明なんていらない。絶対の絶対に確定でホラーゲームだよー。でもそうじゃない可能性も。泣きにしもあらーず。そんなわけがないだろ、ぶっ飛ばすぞ。はい、こちらがっつりホラーとなっております。アテネさんにはしっかりと楽しんでもらいたいですね。お前、マジでさぁ、もうちょっと可愛いゲーム持ってきてくれない？いやいや待ってよ。この生物たちが超絶可愛い可能性だってあるわけじゃん。どんな可能性やで、なんか始まった。侵入者員を歓迎する。君の使命は以下の通りだ。動物園がブルーモルダと呼ばれる異次元からの怪物に乗っ取られた。私たちの情報によると、この怪物の蔓延の原因は動物園内の巨大な施設のドアの後ろに閉じ込められていると考えられる。何者かがこのドアの鍵を20個の破片に砕き、動物園のあちこちに隠してしまった。20個の破片を全て回収し、鍵を再組み立てし、このモンスターの蔓延を引き起こしているものを阻止するのが君の仕事だ。鍵の破片を隠した人が誰であろうと、簡単に見つけられるわけではない。彼らは心を混乱させるような大きな構造物を建設することで動物園を大幅に改変し、破片の回収を困難にした。私たちが君に提供したブルームオーバンは君の防衛と探索のための貴重なツールとなるだろう。その強力な光の爆発はモンスターを阻止し、物理的な物体を押しのけることができる。ブルームスペクトラムスクリーンを使用するとブルーモルダからのあらゆるものから発せられる目に見えない放射線を見ることができる。君の任務に大いに役立つだろう。幸運を祈ってる。はぁ、早口すぎて何も頭に入んなかった。つまり動物園が怪物に乗っ取られたってことで OK？ 要点だけをまとめるとそうなるやで。なんか不気味な声が聞こえるって。それで、このブルームなんとかを使えばいいの？ブルームオバンだ、二度と間違えるな。はぁ、電球を探せって書いてあるやで。電球って、この両脇にある？あ、取れた。この電球が銃弾の代わりになるみたいだね。斬新で面白いぜ。なるほど、これでこの武器が使えるようになったのか。うおー。扉を破壊したー。先に進めるようになったやで。時間経過で電球は復活する感じね。これがあれば怪物とか怖くなくね？怖くね？何よこの巨大なスライム。元は何の生き物だったの？確かに、何が変化した姿なんだ？原型すら残らないって、怖すぎるやで。ああ、自分でリロードしないといけないのか。リロードのモーションかっこいいな。てかあてね、さっき右の壁に何か見えなかった？え、右の壁？あ、ほんとだ、バッテンが書かれてる。ここのレバーを操作しろってことね。一瞬スライムの部屋が開いたのかと思ったやで。もし横のレバーを触ってたら、ちょっと当てね、スワン。ふん、何も起きないじゃない。出てきたらこの武器でぶっ飛ばしてやろうと思ってたのに。おいおい、武器を持ったことでアテネの気が強くなってるよ。これはいいことなのかやで。次は板にバッテンがあるわね。つまりこの板を倒せばいいのね。隠された鍵を探し出すみたいなこと言ってたから、こういう感じでギミックを解いていくんだね。えへへ、謎解きなら私に任せなさい。多分これホラゲーじゃなくて謎解きゲーね。そうなのかなー。まあ、今のところ特に危険もないか。最初の画面でビビりすぎてたやで。それで次の板は、え、これ方向逆じゃね？確かに、こっち側に倒したところでなー。まあ一回試しに倒してみたら？いや絶対意味ないと思うけど。あーもう意外とチャージ時間長いわね。特大の火力を出すにはそれだけチャージも必要。それで、こっちに進んだからなんなのよ。特に何かが起こるわけでもなかったが？なるほどそういうことだったのね。仕組みは完全に理解した。足、大丈夫かやで？アテネさん、今のは芸術点高いですよ。うるさい。板を倒せば道にもできるし、ジャンプして遠くにも行ける。ギミックとして普通に面白いじゃん。本当にこれただの謎解きゲーなのか？ごめんみんな、俺ミスったかもしれねえ。一人で何を言ってるの？アベルの一人ごとは今に始まったことじゃないやで。それじゃ、先に進みましょうか。はい、ローディングが入りました。何が言いたいのよ？つまりチュートリアルは終わりだ。ああ、真っ暗やで。でも私にはブルームオバンがある。そう、だから何も怖がる心配はないだろう。さあ先に進もう。さっきから聞こえるこの不気味な声は何なの？え、キノコが生えてる？覗き込んだ時にだけ見える透明キノコ、美味しいのかなー？やめるやで、アベル絶対に毒キノコやで。この道の先に、続いてる。まるでどこかに導くかのように。いやー楽しくなってきたね。全然楽しくないわ、怖くなってきたわ。何もいないのが逆に不気味なんですけど。最初のスライムしか生物は見つけてないね。つまり平和な動物園を観光できるやで。夜の動物園とか余計嫌だよ。確かに普通の動物園だとしても怖そうだ。マジで何もいなくね？そんなわけない。怪物たちがきっとどこかに隠れて。それより、その目の前の扉を見るやで。あ、
この巨大な扉。鍵を集めてこの巨大な扉を開けるのが目的だね。眠いのかな？そういう意味の Z じゃないだろ。ほらやっぱり何かいるよ。これは何の小動物だ？全然見覚えのない形だけど。何よこの生き物。本当に動物なのかやで。まあ何かよくわからないけど、とりあえず倒しちゃえばいいだけの話。倒せてなくね？どうして？一定時間ひるむだけで、倒せるわけじゃないみたいやで。ひーよく見たらめっちゃ気持ち悪い。なんてこと言うんですか。バッチリお目目で可愛いじゃないか。本当にそう思う？てか別に襲ってくるわけじゃないんだね。確かに、一応無害なのか。そもそも私は何をしたら？どこかにある鍵を見つけるんやで。ほら、さっきあった板のギミックだよ。このアスレを進んだ先に鍵があるんでない？なるほどそういう感じか。わかりやすくていいわね。プロアスレチッカーの俺だったら一瞬で終わっちまうからな。プレイヤーが当て目でよかったよ。プロアスレチッカーってなんだよ。板倒すだけでいいって、ちょっと簡単すぎない？多分これが最初のギミックなんじゃないか？怪物も襲ってこないし、まずはサクッとね。で、この板を倒して飛べばいいと。あのぶっ飛ぶ時の爽快感、癖になっちゃうんだよな。でも普通にダメージ食らってるんだよな。うおー。着地。今の着地はかなりの高得点を狙えるんじゃないでしょうか。それでここからどこに行くやで？どこに、行けばいいの？どこにも道繋がってないんだけど。あまりにも簡単だと思ったが、さすがにそう甘くはなかったか。周りを確認した感じ、光が上に長く伸びてるところに鍵がありそうね。ふむ、あの場所に行けばいいのか。でも他に分岐ルートなんてあった？途中の板で違う場所に飛ぶんじゃないか？まあ、それぐらいしかないよね。てかこのセーフゾーンって何々なんかいる？こっちに走ってきたー。へへへ、はじめまして、新入社員として先ほど派遣されたんですよ。めっちゃ見てるやで。何言ってるのよ。いやでも、襲ってこない？やっぱりこの化け物たち、特に気概を。うわー。全然襲ってきたね。じゃあなんでさっきは見てただけ？近いよー。めっちゃすぐ近くでリスポーンしたやで。なるほど、セーフゾーンにいたら襲われない。でも、一歩でもそこから出れば。たばれ化け物が。まあ、どうせ一時的なひるみなんでしょうけど。こいつが周りを徘徊してるのか。逆にこの中にいれば安全じゃね？いや小さい化け物とも長居したくないよ。横の場所も確認しとくか。巨大なトカゲみたいなのがいるやで。あいつはさすがに襲ってきそう。でも、こっちに来ても無反応だよ。やっぱりギミック内のモブは襲ってこないんだ。ひえー。つまり警戒すべきは麦わらおじさんのみか。えへへ、トカゲちゃんかわいいねー。なんでこの見た目で襲ってこないんだよ。まあいいや、アスレを少し確認して。こっちもさっきと同じ感じやで。さっきのアスレをクリアできていない君に、こっちのアスレがクリアできるのかな？それは、確かに一理ある。ということで最初のアスレに戻ってきました。どこかの板で反対に飛ぶやで。暗くてよくわかんないし、この板で飛んでみたら？それもそうね。別に落下ダメージで死ぬわけじゃないし。下に落ちても危険要素 Z。まあ、通路に飛び出たらやばいけど。いや、ここが正解っぽくない？反対側に受け止める網があるよ。しかもその先にあるのって。おっ。これが、鍵の一部？まずは一つ目ゲットだぜ。残り19個頑張って集めようね。いや多すぎだろ。だってこの先もっとギミックの難易度上がるんでしょ？おそらくそうだろうね。無理そんなの絶対無理。無理って言うんじゃありません。諦めずに信じる心、それが人生を豊かにするのです。こいつも無理。地道に頑張るしかないやで。巨大トカゲの方に戻ってきたんだけど、複雑でわかりにくい。やっぱさっきのは入門編みたいな感じだったね。で、ところどころに見えない床があると。これは一体どういう原理なの？普通に上に乗っても大丈夫だし。あの化け物たちと同じ物質で生成されてるやで。どうよ当てね、正規ルートわかりそう？多分こっち側ではないと思う。正直自信はない？そんな自信満々に言われても、そもそも鍵の場所把握してる？いやー、かなり高いところってぐらいしか。そこはちゃんと把握しとこうよ。今さっきいた場所の上じゃなかったか？へぇ、ほんとだ、さっきの場所の上だ。頑張れば手の届きそうな位置じゃない？まあそんなわけないけどさ。取れそう。マジで？これ正規ルートなのかやで？わーい、二つ目の鍵ゲット。いや、取れちゃダメなやつでしょこれ。今すぐ元の場所に戻してきなさい。絶対戻さないよ。それじゃ次の場所もサクッとクリアするわよ。アテネに自信がついてきたやで。ほう、お次はお猿さんのエリアですか。はい、そこ通るからね。じゃあー。襲ってくるの？話と違う。エリア内のモブは襲ってこないって話だったよね。別にそんなことは一言も言ってなかったやで。さっきまでのモブたちが草食系だっただけか。いやーこれは驚きですな。そんなのどう頑張ってもクリアできるわけないだろう。
これは一気に難易度上がったねー。猿から逃げつつギミックをクリアする必要があるやで。近い。わかったよ、やってやろうじゃない。いいぞ、当てね、その息だ。ひるんでる間に全力疾走だ。この上に登ればさすがに猿たちも、普通に登ってきてるんですけどー。あいやー。厳しそうですね。一旦別の場所に行った方がいいと思うやで。もうやだ。猿無理。すぐ後ろのエリアに行きましょ。こっちは何のエリアだ？なんか奥に巨大なのがいるけど。2連続でモブが襲ってくるとは思えないし、大丈夫だよね。あ、これ大丈夫じゃないやつー。この猫ちゃんも肉食系なのか？猫てやんて肉食だったんだ。顔怖すぎる。近づいてきてんじゃないわよ。ブルーノーバンの一撃が正面から当たったやで。さあ、この間にアテネが取った行動とは？逃走。ねえ、暗い時の顔マジで怖いって、こんなのトラウマレベルだよ。しかもアテネ、危険なのは前だけじゃないんだぜ。さっきから後ろで声が聞こえてるやで。ああ、もう私に逃げ場なんてないのよー。そうだ、アテネ、君に残された道はただ一つ。鍵を集めてここから脱出することだ。マジで最悪だよ。とりあえずさっきの場所がアンチってことは分かった。つまりそこでレッツダンシングタイムだな。一緒にダンスをして猫たちと交流を深めるやで。黙れよこのバカども。それで後ろの板を倒して、奥の方に飛んでいけばいいのよ。なるほど。確かにそれなら猫たちは追ってこれないね。いけー。あれ？あ、さっし？なんでだよー。アベル、今のは何点やで？いやー、なかなかに素晴らしい振りからのうち、90点は硬いんじゃないでしょうか。やってられるかボケ。こんなところ後回しよ後回し。まあ、他のエリアも見て回っていいかもね。なあ、ずっと奥の巨大猫がこっちを見てるやで。わかってるから。でもあいつ、見てるだけで全く動かないんだよな。強者の余裕ってやつ？私としてはそっちの方が。勝手なことしてごめんなさい。ははは、少し見てただけですやん。子分たちがお怒りやで。それで、こっちのエリアは、また巨大なのがいる？巨大なウサギが門番してるね。でもなんで目を隠してるんだ？知らないわよそんなの。どうせこっちが油断したところを狙おうとか考えて。それにこれ、今までのエリアとギミックが違うやで。確かに、アスレじゃなくなってる。アテネさん早く下に降りてくださいよ。うるさいわね、今安全かどうか確認してるのよ。何よこれ、何？ウサギが動き出したー。どんどこやでー。どうしたらいいのねー、私どうしたらいいの。とりあえず一時チャージできてなかったー。アテネ一旦落ち着いて、大丈夫、足はそこまで速くない。でも何をしたらいいのか。多分正解のレバーを引いて柵を開けるんやで。なるほど。さあアテネもう適当にレバーを引きまくろう。いやそれどころじゃないってー。お願いだから見逃して。もうこの巨大ウサギに檻を壊してもらったら？それいいアイデアやで。それを実行できるほどの余裕が私にあればね。止まった？アテネの願いを聞いてくれた。やはり化け物といえど話し合いが通じるってことだね。ふざけんなよ、不正解かよ。もう手当たり次第にやってやる？いけいけ、今のところ不正解だらけだぞー。おーん。今ウサギの動きが止まってたやで。そんな一瞬だけ止まっても意味ないのよ。ずっと一生止まっててくれない？やはりこのウサギとは交渉の余地がある。なあ今のレバーって、おらーかかってこいやー。俺も頑張ってどうやって交渉するか考えとくね。まずウサギの好物は人参だから。あはは、その巨体だと森の中は走りづらそうね。まだまだ電球だって残ってるんだからね。ウサギさん、人参はいかがですかい？いやこれだと少し距離が近すぎるか。なあ今折り合えてなかった。この緑の光線があんたの弱点みたいね。あんたの速度じゃ私には追いつけない。おいおい今のセリフって人生で言いたいランキング上位じゃないか？言いてぇ、俺も言いてぇなぁ。そろそろ電球的にも限界ね。あんたとの追いかけっこは一時休止にしてあげるわ。こいつら全然話聞かないやで。いやーアテネさん、見事な逃走劇でしたね。えへへ、あれぐらい私からした全ドアドア自動じゃウフワウフワウ。心臓飛び出ちゃった。完全に存在を忘れてたやで。もうやだ。帰りたい。